メリー・ウィドー・ワルツ。田中秀光。大体恐ろしく音痴な僕だが、メリー・ウィドー・ワルツという曲だけは、次に述べるような事情から、今でもほのかな懐かしさとともに、かなりはっきり歌うことができる。そしてそのメロディーを口ずさんでいると、僕には一人の娘の顔と、ある夜の風景が、いつも自然に思い浮かんでくる。それは昭和13年7月28日。その頃、京城に勤めていた僕が、品事変に再度の王将を受け、出征しようとする3日前の夜のことだった。当時、僕の会社に、原明子という24になるタイピストがいた。彼女はその時25歳の僕と3年越しの仲良しで、はじめはもう一歩で愛人になるというところまで、始終一緒に山や海に遊びに行ったり、映画館や喫茶店に出入りしていたのだが、彼女が奇妙に固い字で、僕の方から求愛の言葉を言わせようとしている中、僕はある事件が縁となり、他の貧しい家の娘と急に平凡な結婚をしてしまい、その当座、明子は僕と会社の中でも努めて口を聞かぬようになった。しかし僕の方では、前々から彼女の我の強い野生児をあまり好ましく思っていなかったから、彼女とのそんな絶好状態が少しも気にならないのだった。だが、明子の方ではもともとプライドが強く、僕との交友が初めての異性との付き合いだったというのだから、その絶好はかなりの苦痛だったに違いない。それで明子は時々僕に向かって露骨に憎悪と軽蔑に満ちた視線を向けることがあり、それを行動に示すこともあった。けれども僕はともかく新婚早々の幸福の中にいたから、明子が僕のタイプの原稿をことさら打つのを忘れたり、昼飯のお茶を汲んでくれなかったり、呼んでも返事をしなかったりするような惨めな当てつけをも、むしろ憐憫と優越感を持って許すことができた。やがて僕の妻が妊娠して、その海月に近づいた頃、品事変が始まり、僕は直ちに第1回の召集を受けた。そうしてその時、僕の入隊の朝、明子は他の会社の人たちと僕を見送りに、僕の家まで初めてやってきてくれた。僕はその清掃した明子を妻に初めて紹介し、そのライバルとも言える二人の女が、早速仲良さそうにべちゃくちゃ喋り合っているのを興味深く眺めていた。明子はまん丸い浅黒い顔に、可愛い大きな目と、しゃくれた鼻の小柄な娘だったが、その時は妊娠やつれした大柄な僕の妻と並んで、ひどくピチピチした個性的な美しさに見えた。
この時が期限となり、アキコは僕の入園後、しばしば僕の留守宅を見舞ってくれ。ことに妻が無事に長男を産んだ時は、元来金持ちの娘が好きでタイピストをしているアキコのことで、目を驚かすほど立派なでんでん太鼓に犬張り子を祝ってくれ。それから後は、もっと頻繁に長男を抱きに、僕の留守宅に来るようになった。と、これは僕のタイに面会に来た産後の妻が、昔のアキコと僕との間を知っているだけに、背負ってきた赤ん坊をあやし、微笑を含みながらも、いくらかやきもちじみた報告だった。それを聞いて僕は、かつての恋人のような男の息子を時々抱きに来る、アキコの古風な心情を、ふと哀れに思った。しかし当時の僕は、何しろ星一つの新兵で、犬畜生のように虐待されていたさなかだから、そうした愛情の世界の出来事は、すぐに心から忘れていった。そして僕が入園してから三月ばかり経った時、僕のところに珍しい面会人があった。その面会人は、昭和10年に僕と同じ東京の大学を出て、東京の同じ会社に入った親友の横田だった。彼は僕が経常支店に回された時には東京の本社にいたが、今度僕が召集された後任として経常に転勤になったという話だった。僕はその頃、どちらかといえば内気な子供っぽい性格だったので、前から横田のふてぶてしいとさえ見られる合法な男らしい性格が好きだった。それでこれは良い男が来てくれたと大喜びで、僕は思わず彼と長話をしたが、その話の中に、アキコのことも自慢らしく挟み、僕と昔よく遊んでいたんだ。なかなかインテリだから、君とも話が合うかもしれない。まあ仲良くしてやってくれよと頼んでやった。すると、横田は愉快そうに可可対照し、いや心配はいらねえ。もうよろしく遊んでいるよと言ったから、僕も一緒に大笑いしたが、その笑いには何か苦いものが混じっていた。その苦さはつまり、その笑いの中に男性としての僕たちの、女性としての秋子への侮辱が含まれているのをかすかに自覚したからだったし、また無意識な僕の嫉妬もあったかもしれぬ。しかし、いつ野戦に追いやられ、玉の餌食になるかわからぬその時の僕の気持ちでは、横田と秋子の間がどうなろうと、それは別の世界の出来事という気もした。横田の帰った後、しばらくしてまた赤ん坊を背負った妻が面会に来てくれ。この頃アキコさんちっとも見えなくなったわ。それでもこないだ珍しく横田さんという会社の人とガラガラを坊やに持ってきてくれたの。横田さんってお父さんの親友ですってね。とても面白い方。坊やをあやすのがとってもお上手よ。アキコさんともとても仲が良さそう。と、意味ありげに笑いながら話したので、
僕は二人の間が予想以上に発展しているのかもしれぬと思った。そうしてその後、二人は滅多に留守宅をも見舞ってくれぬという話だったが、僕は内心はどうあろうとも、表面の気持ちの上では、かねがね明子にすまぬものを感じていたこともあり、そんな風に二人が結びついてゆくのを、嬉しく思うようにしていた。すると、入園後半年余りして、僕は突然、同期召集の補充兵たちと一緒に、召集解除になった。その時、僕たちは揃って一等兵に昇級させられ、今度召集したら、すぐ野戦に持って行くという意味の、いやらしい補充隊長の訓示もあったが、とにかく一日でもシャバの風に当たれるのが何よりも嬉しく、僕たちは狂気してそれぞれの家に帰った。そこで僕は、再び前の会社に戻り、横田や明子と机を並べて仕事をすることになったが、帰還早々に横田と明子は僕を一晩ご馳走してくれ、僕の家でも内祝いの時二人を招くというようにして、僕は再び明子と親しくなった。けれども、それは昔の親しさとは質が違い、僕と明子の間には、いつも横田が立っているという塩梅だった。しかも、僕は横田と明子の間に肉体関係まであるらしいのに気づき、内心かなり嫌な思いもした。僕は昔、明子と人気のない山の中で、二人きりになった時なぞでも、軽いキスを一度交わしただけで、彼女が、僕は冬でもドアを開けておくぐらいに気を配ったものだが、その頃、僕は横田のアパートに遊びに行き、彼が明子と部屋に閉じこもり、ドアに鍵をかけてある場合にも時々ぶつかった。その他、横田は酔っ払って、僕に明子の内ももにはほくろがある。なぞと自慢らしく、その関係をほのめかしたこともあり、僕は確実に二人の体の結びついているのを想像していたが、僕は現在の妻と、やはり同様な関係から一緒になったので、彼らの場合も、ゆくゆく夫婦になるものと安心して、その点では表面少しも嫉妬を感じなかった。しかし、ある日曜、二人が前から僕にスケートを勧め、そのためわざわざスケート靴を新調した僕が、学生時代フィギュアの選手だった横田に手ほどきをしてもらうという約束で、二人の後につき、観光のスケートリンクに行くと、横田は、明子と共に僕をリンクの中央に連れ出し、ここで少し転ぶ練習をしろよ。転ばなきゃスケートはうまくならねえ。と言ったまま、僕をほったらかしで、二人で腕を組み、ツーツーとあっちこっちを自由自在に演舞しだした時には、僕の心中、煮えくり返るほどの嫉妬を感じた。それで僕は、声を限りに横田明ちゃんとわめき散らしたが、彼らがもはや、その声も届かぬほど、遥かなリンクの隅から隅をスースー滑っているのを見ると、僕は何度も立ったり転んだりした挙句、
ごう煮やし、その場に腰を下ろし、スケート靴を脱ぐと旅肌しになり、冷たいのを我慢して靴を右手にぶら下げ、彼らの元まで走っていった。はじめは真剣になり真っ青な顔で彼らを罵倒してやろうと思ったのだが、そばに行ってみると、周囲のスケーターもニヤニヤ笑っているし、彼らも大声で腹を押さえたバカ笑いをするので、僕には怒る元気がなくなった。しかし、その時の怒りは内にこもって、僕はその新調のスケート靴をすぐ古道具屋に売ってしまうと、一生スケートは習わぬことに決めたし、横田よりも、その時女らしくない嘲笑を浴びせた、亜希子への不快な気持ちが心に残った。その後さらに次のようなこともあった。春になってから、日本を巡業していたジンバリストが京城にも回ってきて、独奏会を開いたことがあった。僕は前述のような音痴だし、妻は小学校出で、せいぜい流行歌のファンだったが、横谷亜希子は高級音楽のファンなので、大いに張り切り、プレミアム付きの前売り券を4枚買い、僕たち夫婦にも一緒に行こうと勧めてくれた。僕は世界一流と言われるこのバイオリニストの手芸を幼い息子の耳にも妻や僕の目にも入れておきたく、喜んで彼らと一緒にその会場の不眠館に行った。しかし着席して演奏が始まると間もなく、僕は妻子を連れてきたことをひどく後悔せねばならなかった。赤ん坊は僕の血を受け、やはり生まれつきの音痴と見え、ジンバリストの妙音も一分と我慢できずにひっきりなしに泣き出し、それを僕の妻は小鼻に汗をかいた惨めな格好で、休みなく廊下に連れ出さなければならなかった。すると、その様子を白目で見ていた亜希子は、プログラムに何か横文字で鉛筆の走り書きをすると、それを横田に見せ、得意そうに小鼻にシワを寄せて笑うのだった。横田はそれに一別を与え、むしろ苦い顔でそのプログラムを握りつぶしてしまったが、僕には、その時の亜希子の小悪魔じみた笑いが気になり、後で横田の手からそのプログラムをそっと奪ってみると、それには、Why he married such a woman? と書いてあった。僕はそれを見て、かえって無知な惨めな妻の方に、はるかに強い愛情を感じたが、同時に、亜希子の僕への愛情が、そんな歪んだ気持ちの中に残っているのも、嫌になるほど認めた。またその頃、亜希子は横田に向かい、かつて僕と山の中に遊びに行ってキスを奪われかけ、僕の横っ面を大いに張り飛ばしたとも語ったという。この話も横田から聞き、僕は仕方なしに苦笑した。それでも、なんとなく二人が一緒になればよいとは思っていた。しかし、すぐ体の関係にまで入っていった二人の間は、
どうも長続きしないように見えた。僕はそれを見ていると、アキコがそんな風に容易に身を任せてしまったのは、ある点僕と肉体的な結びつきがなかったため、僕を失ったのだと思い、今度はむしろ焦り気味に横田に近づいたのではないか、と思えるため、ひどくハラハラした気持ちだった。だがそれでも、横田から秋子の性格について意見を求められ、結婚すべきかどうかを相談されると、僕は玄関にもらえという返事はできなかった。僕自身が、秋子に教養と財産と美貌はあるが、控えめさを欠いたその性格を、不遇な危険なものと感じ、妻に選ばなかったものを、いざとなって、無責任に親友の横田に勧める気持ちにはなれないのだった。それで僕は、ただ、お前の責任と判断で決めちゃえよというような、一見無責任な回答しかできなかった。そのため横田は、会社の親しい上役や、東京の両親にもある程度打ち明け、いろいろ相談したらしいが、そのいずれの返事も、植民地育ちの娘はやめた方が良いという返事らしかった。こんな時、アキコが素直に横田の懐に飛び込み、涙を流せる娘であれば、横田も自分の責任感から彼女と一緒になったであろう。けれども、アキコの性格の中には、そのようなしおらしさが欠けていた。あるいはうぬぼれて考えると、僕への愛情が残って邪魔していたゆえかもしれない。二人の間が短い幸福の期間から無限の苦痛に転落しかけたとき、その昭和13年の5月、やはり補充兵だった横田に突然召集がやってきた。そしてそれを一つの機会として、二人は一時別れる約束をしたという。横田に命あって再び帰還でき、その時まだ二人の間に愛情が残っていれば、また愛し合うことがあるかもしれぬが、それまでは、二人の間に一切の愛の関係を解消する。お互いに文通さえしないという約束で、そのくせ、横田が入隊までの数日間は、二人の間にただれるような愛欲の交わりが続いた後、横田はひどくあっさりした顔で入隊していった。そうして秋子は横田と、従って僕とも再び別れるようになったのだが、それからの彼女は、兄の友人の大学生たちに、女王のように威張り腐った、奔放な戯れの日々を送り始めたらしい。一方、当時の僕も、いつ二度目の召集が来るかもしれぬという恐怖と、ようやく倦怠期に入った妻との間の不快さがあり、毎夜のように不潔な場所で酒を飲む生活が続いていた。すると、それから二月ばかり経った7月の末、僕にも突然二度目の召集が舞い込んできた。僕は集まった選別を酒台に変え、入隊の5日ばかり前から公然と会社を休み、毎晩のように
送別会や何かの崩れに酒を飲み歩いていた。そうして、それは7月28日の夕方のことだった。その夜は送別会の予定もなく、一人で飲むのは酒代も心細くなっていたので、僕は南山町に住んでいた友人のもとに出かけようと思い、家を出てぶらぶら本町の角まで歩いて行くと、そこでばったり、ケーラをまとった亜希子が美しく化粧して、2、3人の大学生とこちらにやってくるのに出会った。おや、亜希ちゃん、会社もう済んだの？うん。と、彼女は可愛く舌を出し、またサボっちゃった。あんなおじいちゃんばっかりの会社、面白くないもの。いいなあ、女は消臭がなくって。結構なご身分だね。すると、亜希子は、つまらなそうな不景気な僕の顔をまじまじと眺め、坂本さん、それではこれから私が送別会してあげよっか。と言った。僕はその時、南山町の友人のもとに出かけたところで、果たして一杯ありつけるかどうか疑問に思っていたし、行き別れを兼ねるかもしれぬ最後の別れに、亜希子と二人だけで話し合う機会を持つのも、何かロマンチックで楽しい気がしたので、亜希ちゃんご馳走してくれるか。と、いやしいことを言うと、亜希子は小さい胸を膨らまし、小生意気な表情で、ああ、今日は坂本さんにたくさんお酒飲ませてあげるわ。と、威張ってみせた。そして、亜希子は一緒に歩いていた大学生たちにあっさり置き去りを食らわすと、僕と肩を並べて、小路の方に歩き出した。僕たちはそれまでにも、日本人の多い本町あたりを一緒に歩くと、会社の連中の目がうるさいので、ランデブーをするときには、必ず朝鮮人町の小路あたりを選ぶのが癖だったが、このときも、二人並ぶと、もう無意識に二人の足は小路の方に向かうのだった。僕はその時、僕の眼下にある亜希子の長い短髪の下のか細い首を眺め、彼女を懐かしく可憐なものに感じた。また、ファシズムが荒れ狂っているその激しい嵐の時代に、男も生きにくいが、男を頼っている女たちの、なお生きにくい哀れさをも感じた。それでも、その時の僕は、あさって入営という恐怖と不快とを眼前にして、ただその夜、一時の酒を飲む快楽しか思わなかった。だがさすがに昔恋人になり損ね、つい最近まで親友の恋人だった彼女を、その夜愛の対象として考えることは、考えるだけでも生理的に不快だった。その頃、小路の表通りに、三好という洒落たすき焼き屋が開店したばかりで、店頭にも造花など飾り、大々的に宣伝していたが、亜希子はその店の前まで来ると、この店宣伝中だからサービスが良さそうね、
と言い、さっさとその中に入り込んだ。中には赤い前だれに日本髪の女中たちが大勢いて、僕たちの姿を見ると、その一人がすぐに僕たちを2階の日本間の方に案内した。明子はいかにもこうした店に入り慣れた様子で、女中に生ビールとかすき焼きをあつらえていた。明子は一体にこましゃくれていて、同性とか老人には好かれない娘だが、この時も男連れで入り込んで、そうした慣れ慣れしい口を聞くのに、受け持ちのまだ若い美人の女中は、ある反感を込めて彼女を眺めているようだった。それでも、僕には3年前、一度だけ軽いキスをした時の、明子の若い肉体の異常な罠泣きがまだ記憶にあった。その彼女が3年の間にこのようにすさんだ娘になった責任の一端は自分にもある気がして、そんな明子が帰って痛々しく眺められるのだった。やがて枝豆と冷えた生ビールがまず運ばれてきた。僕は大喜びでガブガブ飲み出したが、明子は顔をしかめながら自分の前のジョッキーにしきりに口をつけ始めた。はじめ僕たちの話題は出征中の横田の性格を口を揃えて褒めることにあった。明子は別れてしまった横田を淡白な男らしい人と褒め、その横田が友情に熱く、僕のことを今時珍しく純情な男だと陰で褒めていたことも言った。けれども明子は負けず嫌いでそんな風に、いわば捨てられた男たち二人を褒めているが、内心ではそれが苦痛のようであった。容易に自分の望むところを言えない彼女と、そんな白々しい話をするのが不快だったし、彼女と愛情の話に触れるのは、すでに生理的な嫌悪があった。それで目の前のすき焼きが煮え立ってきた頃は、二人の話は自然に当たり障りのない俳句などの話になった。僕も明子も会社の句会の同人で、ことに明子は新傾向の俳句を作り、句会ではいつも天意に選ばれる句を出すのだった。明子は一体に武尊が好きで、僕は芭蕉が好きだったから、そんなところから、ふっと二人の言い合いが始まった。僕は例の、花いばら故郷の道に似たりけりなぞという句を最高のものに思っている、明子の気持ちを古臭いとけなし、だから明子には、本当の自分の句が読めない。いつも俗受けする小手先の句しかできないのだ。とやっつけると、もはや真っ赤になり、かなり酔っ払っていた明子は、ツンと上を向き、口を歪め、それではせいぜい本当の俳句をお読み遊ばせ。と顔の血相が変わった。僕はその時、明子の愛情が痛いほど自分の肌に感じた。僕はそれで全く引っ込みのつかない気持ちになった。しかし、それでも
すき焼きのおかわりにジョッキー4度目のおかわりが運ばれてきた頃、合計8杯、そのうち2杯は確実に明子が飲んだ。明子が少し酒乱の気味で、女だてらに茶舞台に腰掛け、コップを指で弾きながら、太ももを組み合わせ、何かジャズソングをハミングで歌い出し、盆を運んできた若い女中に顔をしかめさせた時には、さすがに僕も憤然として、こら、アキちゃん、よさないか。と、大声で叱りつけることができた。その上僕は酔っていたので、アキちゃんは正直でないからいつまでも不幸なんだ。とか、虚栄は時期と隣り合わせみたいなものだよ。とか、いろいろと訓戒を垂れてやった気がする。すると、アキコは、さっきの、お互いにいくらかキザなポーズだったハイクロンギの時とは変わり、神妙に頭を垂れて僕の説教を聞いていた。また、そればかりでなく、やがて飯になると、彼女は僕の小皿に新しく卵を落としてくれたり、塩らしく飯茶碗に給仕までしてくれた。僕はそんな古風な明子に、急に昔のような、いや、昔よりももっと可憐らしく思う愛情をさえ感じ始めた。そこの勘定は30円足らずだったが、明子が払ってくれ、女中の心づけまでちゃんと渡していたようだった。僕は女中の二人でまたどうぞ、なぞというお世辞を何か悲しく背中に聞き流しながら、明子と店の外に出た。いつか日はとっぷり暮れていたが、小路の街にはネオンが明るく、仁王山のほのかに霞む空もまた、満月前後の月の上がるところが一面にぽーっと明るんでいた。僕は明子と並んで歩きながら、いつかほとんど無意識に、昔山の中を一緒に歩いた時のように、彼女の少し湿っぽい小さい手を握った。彼女もその手を握り返しながら、子供っぽく振り回し、坂本さん、素晴らしい歌を教えましょうか。と、快活に言った。そして僕が答えるのも待たず、彼女が小声で歌い出した歌が、冒頭に書いた例のメリーウィドーワルツだった。その時僕は、彼女もまた、メリーウィドーに他ならぬのに気づかなかった。しかし、その日本訳された歌詞、とはに忘れぬ君が愛、瞳も濡れて囁けば、流れるワルツ、恋の歌。という言葉と、そのメロディーには、不思議に心に染み込んでゆくものを感じ、僕もいつか、小声で彼女の歌について一緒に歌い始めた。それはシュニツラーを生んだウィーンのワルツということだったが、僕はエロチックな感じよりも、悲しい、やりきれないほどロマンチックなものを感じた。アキコはだんだん僕と握り合った手に力を入れ、熱っぽく歌いながら明治町の角まで来ると、ねえ、うちまで送っていって。と、
甘い声で囁いた。僕は昔、よくこうして彼女を、その小中団の家まで送って行ってやったのを思い出した。そこから彼女の家まで小一里はたっぷりある。その間には、音痴の僕もこの歌を覚えることができるかもしれない。それに上がり染めた丸い月の明るさが、僕をビールの酔いとともに大変夢見心地にさせ、僕は二つ返事でその街角を左に曲がった。そうして、とわに忘れぬ君が愛。と、何度も何度も繰り返して歌い、踊るように歩きながら、二人が聖フランス教会の前に来た時だった。アキコは突然歌をやめ、ぴったり僕に寄り添うと、ねえ、休んでいきましょうよ。と、再び甘く囁いた。僕はいつか、その教会の中で、アキコと合い引きをしたことがある。それは秋晴れのある午後だった。その時、教会の先頭のきらめく十字架の上に、ぽっかり浮かんでいた真っ白い綿雲も、生徒殉教団を描いた教会の色ガラスを通して流れ込んでいた秋の日を浴びながら、秋子が祭壇の前に礼拝の真似事をしていた姿も、そう囁かれた時、まるで昨日の出来事のように、鮮やかな色彩感を伴って僕のまぶたに浮かんだ。それで僕は、アキコと手を引き合ったまま、ためらわずにそのくぐり戸を押し、教会の境内に入っていった。僕は月光の流れ込んでいる夜の教会の中に入って行きたかったのだが、アキコは僕の手を引き、教会の横の広い芝生、それも木陰の闇になったところに連れて行った。そうして、二人で腰を下ろすと、濡れ染めた芝生の夜露が、後ろについた両手にひんやりと心よかった。そこでもはじめ、僕はしきりに覚えたばかりの歌を小声で繰り返していたが、いつもならその僕の音痴なのに、きっと一文句あるはずの秋子が、急に黙り返ってしまった沈黙が、僕の心に重くのしかかってきた。それで僕も黙ってしまったが、それと一緒に秋子のかすかなため息を聞いた。また、檻からの月光の照り返しに、木陰の闇に座っていても、僕は、秋子の黒々と輝く濡れた瞳と、赤い唇を、すぐ間近に眺めることができた。その時、僕が手を伸ばせば、秋子のしなやかな体は、僕の腕の中に崩れ落ちてきたかもしれぬ。けれども、僕は目を上げて、その時頭上の大空を眺めた。そこには、教会の先頭の上の白金色に輝く十字架の真上に、真っ青な夜の空と、明晃晃たる丸い月があった。僕はその荘厳な風景にドキリとした。僕は酒の酔いと
ロマンチックなメロディーと、その十字架と満月の光景に、ひどくうっとりとした夢見心地になった。その時、酒臭い生臭い女の唇を吸い、ズボンを下げるような、不風流な真似は金輪際したくなかった。それで僕は十分しみじみとした声で、次のようにアキコに囁きかけた。僕たちは美しい思い出を大切にしよう。僕たちは今までにもこれから先も汚い忘れてしまいたい思い出がたくさんできるだろう。けれどもきっと美しい汚れない思い出は忘れられないのに違いない。お互いに忘れてしまいたい思い出の中の人になるよりも、忘れたくない思い出の中の人になろう。ねえ、アキちゃん、ごらんよ。月の光はいつどこで見ても変わらない。アキちゃんとこのまま綺麗に別れれば、これからもこんなに綺麗な月の光を見るたびに、二人がお互いに思い出すだろう。僕は君がこれから幸福であるように、今晩のあの月の光を美しい思い出の贈り物にするよ。やっぱり肉体的にも綺麗なことが、精神的にも綺麗な思い出になると思う。そうして僕たちは、あとは無言でしばらく座り合っていてから、無言で立ち上がり、僕は照り輝く月光の中を、やはり言葉なきまま、アキコをその家の角まで送ってやった。別れるとき、もう一度だけ握手して、僕たちはさよならとだけ言い合った。それから僕も横田も出征して、二年ほど経ち一緒に帰還してきたが、その時、アキコはもう、満州国の日本人騎兵隊員のもとに嫁いだという話だった。その後僕たちの上に、戦争の嵐はいよいよ激しく吹きすさみ、嵐の済んだ今では、風に吹かれ散り散りになった木の葉のように、僕には横田や明子の生死さえもわからない。それでも僕は、何かの折メリー・ウィドー・ワルツを聞くと、ふっとあの時の明子の可憐な顔に、月光と十字架の風景が、彷彿とまぶたの裏に浮かんでくる。